はいどうも、こんにちは、こんばんは。いっぱい返品したいよって人は高評価とスルフィーです。ということで、今回はなんですけど、皆さん、まあね、アイテムショップというものが、フォートナイトには存在しますと。で、まあ、例えばね、まあ、これ新しいなんかバンドル来てますけど、まあ、これね、あ、間違えちゃったって時に、まあ、これね、すぐ買って、で、これすぐにね、こうやって返品すれば、こんな感じで返品できるわけですよ。で、はいはい、もう全部ね、全部返品されて、こんなんいらないですから、こんなん。てな感じでね、まあ、フォートナイトには、まあ、返品機能というものが存在するんですよ。なんとですね、皆さん、返品リクエストが、なんか帰ってきたの、これ、知ってます？これ。これ見て、僕、返品リクエストのチケットなかったのにね、見て帰ってきたんだよ、ほら。まあ、そんな感じで僕はね、この返品チケットが1枚あると。待って、これさ、サバカとかでもちょっとやってみる？サバカとかでもあるんじゃない？サバカとかでやればさ、なんか返品リクエストが来ましたみたいな通知来ると思う。ログイン中ですけど、これなんか僕出たんだよね。僕メインアカウントだとなんか返品リクエストのチケット返ってきたよっていうのがあったんだけど、どうだ？さあ来い。ああ違う。あれ、まあ、そもそも僕返品したことないからサバカで、だからかな。あ、返品したことなかったからか。なんか、もったいないからサバカで返品してみる。ちょっと待って。はい、買います。で、ここで返品しません。で、はいはい、ここで返品しに来ます。で、はい、あ、使わないでできるのか。あ、多分これでいける。はい、これで、はい、これでもう返品できない。ただこの返品リクエストのこのチケットを使うと、はい、あ、使われた、おいって感じでね、ほら。まあ、使われていくわけですよ。まあ、そんな感じでですね、ちょっと今回はね、まあ、メインアカウントで返品リクエストのチケットがね、まあ、1枚返ってきたんで、まあね、僕正直そんとこまで返品したいなって時ないんですよ。なんで、今から、まあ、ソロ行って、負けたら、この返品リクエストのチケット使えますね。1年に1枚しか返ってこない、この大事な返品リクエストのチケット。負けたらすぐ使えます。まあ、てな感じでね、この意味のわからない返品リクエストのね、チケットを無駄にする企画、早速やっていきたいと思います。さあ、ということで、僕はビクロイする以外ね、この動画を、まあ僕は気分よく終わらせる方法がないということで、まあとりあえずビクロイしていきましょうか。ってことでね、まあただ、やっぱり動画的には戦わないと面白くはないので、どこに降りるかと言われたら、まあグリーシーグローブに決まってんだろう。ちょっと降りるの遅れた気するな。僕今シーズン割となんか動画撮ってるような、最近は動画毎日撮ってるんで、毎日ソロとかには入ってるんで、割と多分強い敵いるんじゃない？しかも、いつもは深夜に撮ってるんだけど、今日は夕方の6時。ね。もう夕方というか、まあ、最近暗いからもう夜の6時か。考えると結構強い人もいるんじゃないでしょうか。ということで、開幕死すると、もう本当にえぐいというか、やってらんないんで、よし、とりあえず開幕死はなさそう。開始5秒で死ぬことだけは回避したい。よし、とりあえずショットガン、まあ、よし、あとはシールドさえあればもう勝ち。シールドないね。あー、やばいっすね。ちょっと待って、ちょっとシールドだけよこせください。ちょっと待って。シールド、やばいなー。あ、でもこれ出たわ。はい、やばい、まずい、危ない、やってくる。お前シールド持ってないんかい。ちょっと待って、マジで本当にシールドだけ欲しすぎる。ない？あれ、やばい、シールドがないんだけど。やばい、ちょっと待って、シールドないのだけは本当にまずい。だって、ね、1年に1回しかできないことを今から僕やっちゃうかもしれないんだよ。あ、でね、僕がなんで帰ってきてるかっていうとね、前もこのチケット帰ってきた瞬間、確か去年の10月の12日ぐらいに返品リクエストのチケットがね、1枚全員帰ってきたんですよ。僕はバカなんでその瞬間使ったんですよね。だから僕はね、今年の10月12日にまた返品リクエストが帰ってくるっていう、そういうことが起きて、また僕はね、無駄にする企画を取っていると。学ばない男でございます。こんにちは。さっきからちょっとボットしかいないくさいが、さあ、戦う準備は満タンなんだが、あ、いるね、ここ。おお、いた、おい。はい。よいしょ。はい。どうだ、あ、やばい、やっちゃった、危ない。はい。はい、あ、もう倒したい、あ、めんどくさい、はい、オッケー、おい、あ、まで、あ、なんかあいつなんかめんどくさいってあれ持って、あ、ちょっとあいつなんか普通の敵臭いな、あ、まず次第の嘘でしょ、痛いな、はい、危ないよ、危ない、やるー、マジで危ないからやめて、本当に。え、僕がこんな真面目にやることないよ、マジで、フォートナイト。いつも喋りながら適当にやってるだけだからね。いや、返品リクエストな、さっき久しぶりにしたわ、サバカで。あんな感じだったんだね、返品リクエストってね。ただ、もうしないから。どうせやるんだろうとか思ってんだろ。やんねえから見とけ。飛ばさずに見とけ。飛ばしたら一瞬で結果わかっちゃうから。僕がどのようにして返品リクエストをね、使わずに済んだのかっていう。なんか今の喋り方だと、どうやって使ったのかみたいな、そんな感じの言い方だったけど。
あ、敵見っけた。あいつはやるか。ちょっとあのピーリーがいる。ピーリーならやれるだろう。わかんない。僕ピーリー好きの人ならなぜか倒せるっていう、なんか自信に満ち溢れてる。はい。はい。よし。もう残り24人だ。これ、あ、また敵いたね。なんだあいつ、なんだあいつ、なんだあいつ。何やってんのお前。おお、なんかすごい動き、お前めっちゃラグそうだな。え、すっごいラグそうな人いる。はい。おい、ちょっと待って、浮いてるんだけど、お前何？ちょっと待ってよ。とりあえず倒せたから OK ですよと。でも油断はできない。SR で一発ドーンって抜かれて一瞬であの返品リクエスト使う羽目になる可能性はある。いや、それを避けるために今頑張ってる。今頑張って喋って頑張ってる。喋ってる時にやられるとちょっとあの積むからやめてほしいね。あ、いたいたいた。なんか石で遊んでるからちょっと倒しちゃう。うわ、もう一人いるな、もう一人いる。ちょっと待って、まずいな。ちょっともう一人いるのはまずい。あ、戦ってる。よーっしゃ、漁夫のりを行きますぜ。あ、いい、あ、いい、あい、くっそ。アンチ行くか。みんなアンチ行くな。じゃあ僕も一旦アンチ行くわ。ちょっとこの車乗れるね。この車乗れる。よし、乗れる。うわ、なんか今のところでだいぶ資材なんか持ってかれたような気がする。ちょっと待って、でもなんか割と勝てちゃいそう。ちょっと待って、勝っちゃったらごめんね本当に。え、割とマジで勝てそうだよこれ。はい、いや、ちょっと一旦アンチ行こう。これはもういいや。うわ、待って、資材持ってかれたから倒したい。あいつとやるか。こいつやるのありは、ありだわよ。やばい、危ね。はい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 、危ないわよ。これどうだ、これやれたんじゃない。あれやるな。え、めっちゃなんか弱くなってないこれ。おい、あ、やる。ちょっと待って、まずいよまずいよ。ちょっとまずいよ、ちょっとまずいよ、ちょっとまずいよ。やばいやばい、まずいまずいまずい。ちょっとまずいねこれ。はい、よし、危ない。おお、まだいんの。まずい、やーばい、まずい、まだ出るぜ、出るぜ、どこで。ちょっと待って、今ガチで焦った。まだいるのは違う。ちょっとやばい、それ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 やばい、待てー。さあ使いますか。こんなもんいらん。返品なんかもしねえからな。うん。何を返す？ちょっと待って、これは欲しいんだよ。え、待って、返したくない。いや、待って、返したくないな。これもこれも。いや、分かった。もう、まあ、ちょっとまた無駄なことしよう。一番無駄なことします。ちょ、サイファーピークとかは欲しいんで、これ買いますよと。はい。ね、これ購入します。はい、もうこれね、オープニングで一回ね、返品しちゃったんで、はい、もう返品できませんよと。はい、返品できません。はい、設定いきます。返品または購入のキャンセル。2023年の10月12日にね、多分また、この動画を多分撮ると思いますね。また、まあ、返品リクエストを無駄にする企画、また撮ると思います。それまで僕は返品リクエストを使うことができません。じゃあ、あれ、もう使っちゃった。